ークがね、あ、2本です。あ、3本ありますね。じゃあ皆さんもうちょっと出ていただけますかね。はい、はい、それでは、ね、皆様に一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。松田さんからお願いします。はい、皆さんおはようございます。はい、ありがとうございます。東京オートサロン2024イメージガール A クラスの松田蘭です。ありがとう。はい、愛知県出身で天真爛漫に A クラス頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、同じく A クラスの佐々木みのりです。岐阜県出身で、スポーツで培ってきた体力と根性には自信があります。今は現在スーパー GT の500クラスゼントスイーティーズとしてレースクイーンをしています。歴代素晴らしいレースクイーンさんたちが務めてきた A クラスなので、全力で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、同じく A クラスの森脇りりかです。兵庫県出身の一番最年少なんですが、頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではお願いします。あれ、あ、A クラスの、菅原咲です。私も最年少、私も最年少の1個上です。わかりやすいですね。こんな感じですが、よろしくお願いします。あの、出身地なども、出身地は岡山県出身です。お、桃太郎です。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではお願いします。はい、同じく A クラスの増田杏奈です。出身地は大阪で、性格はよく人からおっとりとか抜けてるねって言われることが多いです。この A クラスとして今回私最年長で、お姉さんとして頑張っ、しっかりやっていけるように頑張りますので、応援してください。お願いします。はい、皆さんありがとうございました。はい、ということで、もういろいろと活動がね、始まってるんですよね。どんな活動をしましたか？はい、そうなんです。今私たち A クラスがもうすでに活動していることとして、プロモーションビデオの撮影だったり、今回オートサロンで発売される写真集の撮影だったり、あとは、レコーディングもしました。すごいですよね。はい、今回からね、もうダンスも歌も始まるということでね、皆さん楽しみですよね。ね、もうダンスレッスンも始まってるんですか？あ、そうですね、つい最近、本当3日前くらい、え、4日前くらいビビタルスですね。そうそうそう、ビビタルス、はい、そうなんです。本当つい最近からスタートして、みんなゼロから頑張ってる状態です。楽しみですね、それはね。はい、ということで、松田さんは今年 A クラス初の3年目ということですが、はい、ありがとうございます。すごいですよね。嬉しいです。ね、今までと比べて何か違うこととかありますか？はい、今回の、A クラスは去年と比べて人数が少なくなって5人になりました。ね、今までね、はい、6人でしたもんね。そうですね、今までは結構レースクイーンの女の子たちで構成されたメンバーが多かったんですけれども、今年はレースクイーンをやっていないメンバーもあるので、東京オートサロンの魅力を多方面から、PR できたらいいなと思ってます。ね、そうですよね。森脇さんは B1 でレースクイーンされて、はい、されてないされてる？されてないです。でもなんかバラエティに、はい、出演させていただいてます。ちょっと見させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、菅原さんはライジンガール、あ、はい、やってます、ね、スピンチで、ね、はい、多方面からね、今回いろんなね子たちが来て楽しみな A クラスになると思います。はい、はい、あ、そうですね、オーディション内容がちょっと今までと違ったということで、オーディションね、オーディション内容の今までとの違いとかってありますか？どんな感じでこう選ばれたんですかね？どんな感じ？事務局、
事務局選考ですかね。事務局選考。あ、なるほど、はい、いつもと違いますね。そうですね、はい、それもね、いい選考方法ですよね、はい、ありがとうございます。大人のテレメンっていうのは間違いないですからね、はい、ありがとうございます、事務局様、はい、はい、ということでね、今年は8年ぶりに CD を発売するんですよね。はい、大事なことですか。はい、曲名を聞いてもいいですか。曲名が Wind 4です。 Wind 4 、うん、ちょっとここは濁す、うん、はい、皆さんに想像していただければと思います。想像が膨らみます ね、 あね、ちょうど今これがかかってる曲なんですけど、ね、いいですね。リッシュみたいです。リッシュみたいね、本当ですね、明るい曲で、うん、どんな曲ですか。アップテンポで爽快感のある曲で、どんな方が聴いてもこう前向きになれるような歌詞になってるので、たくさんの人に聴いてもらえたらいいなと思ってます。オートサロンに合うね、ぴったりのイメージの曲ですね。今回のレコーディングにあたって何か秘話ってありますか。私自身レコーディング初めてだったんですけど、みんなバラバラの日付で、たまたま私とランさんが同じ日だったんですね。私初めてでめちゃくちゃ緊張してたんですけど、なんとランさんも同じレコーディングの部屋にいたので、もう私が歌ってるの横で聴いてる状態だったので、めちゃくちゃ緊張しながら、逆にそれは安心じゃなくて、いや、緊張するんですね。はい、ちょっと恥ずかしい、はい、もう公開処刑で恥ずかしい気持ちもありながら、ちょっとね、先輩なので、アイドル活動もされてるので、ちょっとドキドキしながらレコーディングしました。うん、どうでしたか、ランちゃんの歌声は。歌声、とてもキュートボイスでしたね。おー、はい、楽しみですね。でも歌の声の特徴としては、ちょっとハスキーな感じだから分かりやすいかな、聞いてて。すぐみのりんって見つけられるような、いい声してますよね、はい、ちょっと今日は不調ですよね、はい、今日はちょっと喉、声帯をやらかしてしまって、いつも以上にハスキーなんですけど、もうちょっと可愛い声で歌ってると思うんで、ぜひ声でね、すごい、はい、ですよね、すいません、すごいハスキーですよね、はい、ありがとうございます、ということでね、楽しみですね。そして今回は写真集も森脇さん発売するんですよね。はい、はい、写真集発売します、はい、スタジオと幕張メッセで撮影をしました。今回は水着のショットもあるので、ぜひお手に取ってもらえると嬉しいです。楽しみですよね、水着。去年は水着が A クラスちゃんたちなかったということで、はい、今回からということでね、なんかこう撮影で頑張ったこととかありますか。頑張ったこと、うん、めちゃくちゃ暑くて、はい、風に耐えながら頑張って撮りました。強風だとね、前髪がね、飛んじゃってね、大変だったりしますもんね。どうですか、皆さん他に撮影秘話とか見どころなど。A クラスの水着のパターンが2パターンあったんですけど、豊富ですね。はい、1パターンは清楚な、私たちっぽい清楚な白い水着を着て、うんうん、はい、あともう一色がブラックなんですけど、オートサロンの A クラスイメージガールとしてのイメージカラーのブラックをみんなで着て、でね、はい、お揃いでみんなで可愛く撮っていただきました、ね、え、みんなすごい細かったので、結構ね、大って笑わない、細かったのでね、結構頑張ってね、体作りしたんじゃないですか。どうですか、増田さん。そうですね、前日とかはやっぱり水着着たりするんで、ちょっとご飯少なめにしようとか、そうですね、はい、あと合間の休憩時間のお弁当もちょっと今は我慢しようっていうので、頑張ってお腹ぺったんこで臨めるように頑張りました。ぺったんこでした、素敵でした、はい、どうでしたか、菅原さん。みんなが努力してるのか、私は全然弁当食べてましたね、本当に。
もともとね、遅いから。いえ、弁当食べてたし、お菓子も一人でめっちゃ食べてて。あ、やべえって思ってました。かっこいいですね。すごい。かっこいい。ワイルドでいいと思います。でも、エリちゃんもですよね。いや、ちょっと待ってください。私は2日前から塩分を抜いてました。えらーい。塩分を抜くと、あ、むくみを取るために。素晴らしいですね。佐々木さんはどうですか？私はもう本当毎回ランさん隣でいつも公開処刑、それこそ公開処刑なんで、お弁当抜きで頑張りました。すごい頑張ってる、はい、ね、それを聞くとね、ぜひみんなね、もう写真集買ってあげなきゃって気持ちになりますよね。ということで、そんな写真集はいつ発売されますか、菅原さん。はい、写真集は1月12日に販売されます。東京もオートサロン会場にて販売されます。あのオートサロンのグッズも買いつつ CD と写真集も一緒に手に取っていただけたらなと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ね、もしかしたら A クラスの皆さんもね、あの販売に来てくれる、販売の方に行くかもしれないので、あのその時はぜひ遊びに来てください。ね、お願いします。それではこの先の活動についても教えてもらえたりしますか。はい、12月18日に大塚ディーパーでお披露目ライブをします。はい、この、詳細はギャルズパラダイスの公式サイトをチェックしてください。お願いします。ね、すごいですよね、大塚ディーパーで ね嬉しそうな声も上がっていましたがね、ぜひね、公式サイトをチェックしてみてください。それでは今年はこの5名で東京オートサロン2024を盛り上げていきますので、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いいたします。さて、ここからはこちらの東京オートサロンブースの紹介をしていきたいと思います。まずはここの並んでいるカスタムカーを紹介していきたいと思います。今回はですね、 A クラスのみんなが車両名を覚えてきてくれたので1台ずつ紹介してもらいましょう。はい、では皆様の右手側ですね、松田さんから見て左側にあるあのイラッとしたかっこいい赤い車両の名前は何ですか。はい、あの赤い車両は HKS-TBR-03 です。素晴らしい。よかった。それでは皆さん見えますかね、その奥にあるオレンジ色の車両があるんですけれども、はい、佐々木さん。はい、クールジャパン&ブラーバの、マーズ1号機です。はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、それではその隣のアウトドア車両見えますかね、ちょっと見にくいかな。はい、そちらの名前は何ですか、森脇さん。はい、レクサスのアウトドアコンセプトジャパンスタイルです。おお、ちょっと寝かしちゃいましたね、すいません。GX アウトドアコンセプトジャパンスタイル、もう本当ビビたる差です。もう GX です。私も言い直したくないです、すいませんよ。ほぼ正解でございます、ありがとうございました。はい、ではその手前のドリフト車両、ちょっと皆様見えますかね。はい、名前何ですかね、菅原さん。クスコのレッドブル GR、 あ、当てます当てます、レッドブル GR カローラです。そうです。よかった、ありがとうございます。はい、そして最後になります、その隣のオレンジ色の車両は何でしょうか。はい、レールサイドの FFZ400 です。はい、もうみんな頑張りました。さすが A クラスです。もう車の車両の名前を覚えるのはね、もうね、一番ね緊張しますからね、間違えたらいけないと思ってね。ということで、今回は車両のカスタマイズに合わせた壁紙デザインをすることでカスタムカーの遊び方を提案しております。カスタムカーの魅力を見てぜひ楽しんでいてください。それでは続きまして、ブース内で実施しているコンテンツを紹介していきましょう。
りましたかね、それぞれの、はい、グッズが。それでは松田さん紹介してもらってもいいですか。はい、今回現地で東京オートサロン2024のチケットを先行販売しています。イエイ、ね、早速持っている方もいてね、ありがたいですね。すごい、実はそのチケットを、先行で買ってくれた方にこの、A クラスが載ったクリアファイルをプレゼントしています。可愛いですよね。表が東京オートサロン2024のメインビジュアルの、表紙と、その裏側には A クラスが全員びっしりと載っている可愛いクリアファイルでございます。いいですね、びっしりとね、はい、びっしりと、はい、全員載っていてね。そう、特製クリアファイルということなので、ぜひみんなゲットしてみてください。それとあともう一つ、たくさんが持っているのを使ってもらっていいですか。はい、モビリティショー限定で、東京オートサロン2024の、メインビジュアルの特製ステッカーです。ね、こちらもかっこいいですよね。こちらもお配りしてます。皆さんぜひね、ご愛用のカメラなどにね、自慢していただければいいなと思います。そして、森脇さん。はい。はい。今回は東京オートサロン41年、今回は東京オートサロン41年の歴史が写真で展示されているので、展示されています。1983年からのカスタムカーの移り変わりがすごいので、ぜひ見ていってください、ね、楽しみですね。ありがとうございます。それでは菅原さん。はい、お手持ちのスマホの、スマホの、はい、この画面の、東京オートサロン2024のメインビジュアルの待ち受け画面がゲットできますので、これゲットできますので、 QR を読み込んでいただいて、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、ということですね、はい。そして私たちのコメント動画が見れる QR コードもご用意しましたので、ぜひ皆さん見てください。お願いします。ぜひ、ね、皆さんこちらを見て待ち受けに設定してくれると嬉しいです。この会場にお越しの皆様だけの特典をご用意していますので、ぜひ全部手に入れてください。それではですね、またちょっとおしゃべりタイムになるんですけれども、今回の東京オートサロン2024について教えてもらってもいいですか、松田さん。はい、東京オートサロンは世界三大カスタムカーショーのうちの一つで、今回はなんと最大規模になっております。出展者数が400社、カスタムカーが900台と、なんととっても豪華な盛りだくさんなイベントになっています。はい、ありがとうございます。それでは佐々木さん、お願いします。はい、たくさんのカスタムカーが見られるだけでなく、今回も、豪華アーティストによるライブや野外会場で、モータースポーツ車両によるレースなど見られるたくさんのコンテンツ用意してますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。では森脇さん、お願いします。そして初めて e スポーツに参加することが決定しました。A クラスもライブをするので、ぜひ見に来てください。ね、楽しみですよね。初ライブということで、初ライブは違いますね、ディーパーさんですね。はい、ということでね、本当に今回は盛りだくさんで楽しみなイベントとなりますね。多分ですね、1日では回りきれないかもしれないですよね。それでは菅原さん、開催日と場所を教えてください。はい、来年の1月12日から14日の3日間、千葉県の幕張メッセで開催します。安田さん、お願いします。はい、それと11月6日月曜日朝10時からチケット一般チケット販売がスタートします。そしてチケットの価格が1月12日金曜日が4000円で、1月14日土曜日、合ってますよ、合ってます、1
1月14日土曜日は3000円。1月13日の土曜日。ごめんなさい。はい、1月13日の金曜日と土曜日本当にごめんなさい。いや、そんなのビビタルさで大丈夫です。はい、1月13日、14日はそれぞれ3000円となっておりますので、はい、皆さんゲットしてください。お願いします。はい、ということでね、大事なことなので私からも繰り返させていただきます。お願いします。皆さんちゃんと聞いていてくださいね。東京オートサロン2024は2024年1月12日の金曜日から1月14日日曜日までの3日間、千葉県の幕張メッセで開催いたします。チケット価格は1月12日金曜日は4000円、そして1月13日土曜日と14日日曜日はそれぞれ3000円となっております。一般チケット発売開始は11月6日月曜日の10時です。詳しくは東京オートサロン公式サイトで確認してください。それではもう最後になります。それではね、最後に集まってくれた皆様に向けて一言ずつお願いしたいと思います。はい、今回はこんなにも朝早くからたくさんの方がオートサロンブースに集まってくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、とってもとっても緊張しましたでもね、大事なところはきちんと皆さんに伝えられたかなと思っています。今日A クラスが、揃っているのは今日のみとなりますが、モビリティショーを盛り上げるべく私たち、まだまだ他の日にちもいるので、ぜひ A クラスに会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、朝からお集まりいただきありがとうございます。私はこのモビリティショーも東京オートサロンも初めて参加するんですけれども、とっても車がいっぱいで自分自身もワクワクしながら出演させていただいてます。皆さんもぜひ楽しみながら、いろんなところ回ってまた私たちに会いに来てくれると嬉しいです。楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは森脇さん、お願いします。はい、朝からお集まりいただきありがとうございました。初めてのことでわからないことだらけで、あたふたしちゃってたんですけど、ダンスも歌も頑張るのでぜひ見に来てくれると嬉しいです。待ってます。ありがとうございます。それでは塚原さん、お願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いしますシンプルです。シンプルイズベストですね。はい、はい、それでは増田さん、最後お願いします。はい、今回この A クラスの新衣装を皆様にお披露目できてとっても嬉しかったです。オートサロンもこの5名で盛り上げていくので、みんなぜひ会いに来てもらえると嬉しいです。あと可愛いお写真いっぱい撮ってくださいね。お願いします。ありがとうございました。本日ですね、急遽たくさんお客様集まっていただいたということで、撮影タイム入らせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんちゃんと素敵な写真をお撮りくださいませ。左手に目線を送ってもらっていいですか。10、9、8 はい、では真ん中に移動していきたいと思います。真ん中の方に目線をお願いします。ちょっとカウントしないのでね、皆さん心の中で10秒カウントしていただけると嬉しいです。
それでは向かって右手側にお願いいたします。それでは終了となります。皆さんありがとうございました。はい、それではですね、この後 A クラスちゃんたちがですね、ブース内でお手伝いをしてくれるということなので、皆さんぜひチケットカウンターなど A クラスちゃんと買っちゃいましたか、ちょっと買った人はまあもう一枚ぜひね買っていただいて、あのまだの方はぜひあの A クラスちゃんたちからね、もらっていただけると嬉しいなと思います。それでは次のステージをですね、14時、そして最後のステージを17時から予定しておりますので、またぜひ皆さん足を運んでいただけると嬉しいです。お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。